今日は食べ放題のお店に来ました。イエーイ。ここですか。個室です。個室です。ちょっと暗いんですけど、すいませんね、映りが悪いなんかこのメニューが食べ放題、ちょっとうち飲まないので飲み放題はなしにしちゃったんですけど、食べ放題、これこのメニューとこのメニューが食べ放題です。ね、お腹をめっちゃペコペコにしてきたので逆にもうお腹すきペコペコすぎて、じゃあ4人でどれだけ食べれるかだね。リムちゃん、ブログで高評価って締めはカレーチーズ、締めはカレーチーズ、これ美味しそう。うーん、お茶漬けが締めじゃないの。あ、飲んでる人はそうかな。でもこの焼きおにぎりが食べたいね。美味しそう。ああ、手羽先も美味しそう。これ手羽先も美味しそう。1人2皿ずつで頼めるみたい で次頼むときは空のお皿と交換っていう感じらしいです。で枝豆です。あと冷やしトマトシーザーサラダ来ました。美味しそう、リミちゃん食べないの？食べるよ。なんか折り紙みたいになっちゃう何作ってんの？これか。リミちゃん今これを作ってます。お刺身来ました。これを4つ頼みました。何この黄色いの？卵。梅きゅうりです。なんだっけ、せせりのにんにく醤油焼き、焼きおにぎり来ました。すごい美味しそう。ちゃんがすごい食べてる。え？え？甘めしょうちゃんがほとんど食べてる。めっちゃ美味しいんだ上乗ってるのはしそと昆布。昆布、食べてるの？どう？美味しい？美味しいですか？でも醤油じゃなくて昆布の味。あ、昆布の味する。昆布の風味がする。すごい。しーちゃん昆布ダメだっけ？取って。でもこれでもね。取ってもいい。大丈夫。でお腹いっぱいになりそうじゃない？しほちゃんは大丈夫でしょう。スイカでお刺身4皿全員食べます。お刺身は皆さん2皿目ですうまっ、うん、味はいい美味しいね、お刺身、うん、お皿がイカと、これ何？カレー。ご飯がいいんだけど、カレーハンバーグ。ホッケ来ました。いいよ、食べな。これにつけるの？うん、ハンバーグ。え、おいしそう。これ何？お皿が、これに入れちゃう。どう？おいしい？うん。待って何？ソウルの食べさせて。手羽先来ました。もういいから食べさせて。なんでよ一番大きいの。こっちやったっけ。
ここで一人で食べていいよ。うん。ヒーターも食べる。まだいっぱい。いいかとか。いいんですか、うん。いいのですね。ママ手羽先別に食べる。いただきます。はいどうぞ。うまっ。うん。うん。え、うん。早っ。めっちゃ喉乾いたのね。やばいね。たてちゃん来ました。こんでぼんじり、ぼんじりってどう、まどうですか、おいしい、うん、意味一個食べる、意味はもうぼんじり食べたら大丈夫、うん、お腹いっぱい、うん、ママも食べて、ちょっとおいしいだね、うん、ちょっとおいしい、キャラメル、キャラメルソースアイス、はい、えりみちゃんがみかんシャーベット、パパも頼んでたんだね、うん、これは何、チョコレートソースがけ、うん、ママ上にシャーベットじゃなかった、そうしようと思ったんだけどさ、美味しそうだった、うん、どうりみちゃん、やっと来たね、りみちゃん遅かったね、今度ね、おいしい、2つ食べていい、これ甘い、甘い、美味しい、ママちゃん甘い、どっちが美味しい？どっちも美味しい。何？クリスマスルミちゃん、サンタさんに何頼むの？なんで笑うの、しほちゃん。サンタを信じない者にはプレゼントはないんだよ。サンタさんを信じない者にはプレゼントはないんだよ。スマッシュバラだ。スイッチのスマッシュブラザー嫌いなの？シシトウグシです。やっぱ昔に嫌いじゃないけど美味しいと思うのよ。これ庭で育てて食べてた。みんなすごい。うちの実家畑あった。庭に畑を。パパ耕し。そうなの？畑仕事してたんだ。農家になるんじゃん。牧場がもらえないよ、ね。もらえない。こんなに。桃ネギ寿司と砂肝も来ました。いただきます。すごいね、しっちゃん。うん、そう。シュッピーです。知らない？知ってる？マジか、なんで知らないの？お笑い芸人さん知ってないの？ニコパ。ニコパって何？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 食べ過ぎてやばいですね、やばい、もう限界、ね、限界ですね、2キロぐらい、リミちゃんはお腹いっぱい、もう限界、大丈夫、はい、やばい、限界、生まれる生まれはしないかな、生まれはしない、何生まれんの、やだ